うん、大丈夫かな。 OK、 大丈夫ですね。はい、どうも皆さん、トライアングルです。ちょっとね、今あのワールドの、まあ、源泉までいかないんですけど、無人島以外っていうかね、あの海に囲まれた島、ワールド以外だったら始めようって思ってたら、まさかの2連続であの無人島っていうのかな、あれ、あそこに当たってしまったので、ちょっと今やり直しまして、今こんな感じのワールドになりました。でですね、現在私クリエイティブなんですけど、もちろんすぐ変えさせていただきます。今回は昨日の動画かな、ゲトを、使うことができるようになったので、百鬼夜行ができるんですよ。なので、まあぜひね、詳しいその説明というか、このゲトの術式の説明、すごい特殊な、ことになっておりますので、まあこのサバイバル内でも軽くは説明っていうかね、しますけど、詳しい説明とかが、知りたい方はぜひ前回の動画ですね、見ていただければなと思います。で、一応まあちょっと防具、まあほぼ飾りだけどね、まあ一応ちょっとこのゲトの、そして U もごめんなさい、入れさせてください。で、このゲトの、装備で今回、この呪術廻戦の、これこちらですね、鬼滅の刃も入ってます。鬼滅の刃モッドも入ってて、その代わり、そのこちらの、なんて言えばいいんだろうね、この左、どうしたの、どうした、え、あ、あー、そういうこと、 OK、 ほい、ダメかすまね、おめえをストックすることできねえみたいだ、ごめんな、いいよそんな来なくていい、ごめんごめん。あので、左下見てもらえば分かると思うんですけど、従来の呪術廻戦モッドというか、新しい新呪術廻戦モッドで、2つあるんですけど、こちら呪術廻戦 K っていうのと呪術クラフトっていうのがあるんですけど、今回呪術クラフトは入っておりません。なので基本的に敵キャラ少ないんじゃないかな。こういう感じでゲトウの呪霊はいっぱいいるけど、その敵キャラとしたらそんなにいない。まあ長宗とかそこら辺だけになるんじゃないかな。だから今までみたいにあのスクナとかいたりとかはないんですよ。まあゲトウはいるか。なんで、しかもゾンバとかもいないんですけど、その代わり、あ、待って、でもそうしたらダメだ、進捗が上げられねえ入れてきます。ああ、なんかできた。入れないとゲトウの術式が意味ないわ。進捗上げないといけないんだ。ごめんなさい、ちょっと入れてきます。トライアングル、ただいま戻りました。どうも、すいません、ただいまですで、ゲトウのこの、まあ今2つの術式っていうか呪術廻戦の入れたということは、これ気をつけないといけないのがですね、このゲトウの術式使うときは、このこれ、あ、ゲトウこれ、これだな、上後か宿儺に しておいた方が、乙骨くんとか、伏黒くんだとバグりやすいみたいです。だからこれにしておきます。多分あれだろうね、その乙骨くんと伏黒くんってことは、なんか召喚系のそのキャラクターやるとちょっとバグっちゃう可能性があるっぽいですね。ということで、じゃあ行きましょうか。まあ結局なんだかんだ言って、まあ呪術廻戦のモッドも入りましたし、まあ敵は多いです。で、鬼滅の刃のキャラクターもいます。ということで、じゃあ行きましょう。で、まあ一応サバイバルしながらね、説明していくんですけど、じゃあ今サバイバルにしましょうか。で、今目の前にありがたいことに、出てきたから、まあちょっと説明しながら言いますが、この、呪霊槍術は、取り出す、そして渦巻き、取り込むっていうのがあって、取り込める、まあ、呪霊が決まってるんですけど、その呪霊を取り込むことによって、呪霊の数っていうのが今右上に出てると思うんですよ。はい。で、その呪霊の数分だけこの渦巻きの火力が上がります。そして、取り込んだ呪霊はこのように取り出すってやると召喚することができるんですよ。もちろん仲間としてね。だから、まあ仲間っていうか、で、敵に取り込んだ呪霊をぶつけることができる、ぶつけるというか召喚して戦わせることができるっていう技ですね。はい。まあざっくりね、説明してるんですけど、ぜひね、詳しい説明はん、大丈夫か、前回の動画を見ていただければなと思います。またね、詳しい説明はしますので、戦ってる間にね。よし、これいいんじゃない、黒曜石とか鉄とかもゲットできるか。一旦ちょっと鉄ピッケル、ちょっと石のつらし作りましょう。で、あと取り込める呪霊なんですけど、現在、これか、今僕4級にもなってないから、4級の呪霊も取り込めないと思う。多分倒したら取り込める。
も右クリックで本来あの戦わずして取り込めるんですけど、その要は僕が3級だったら4級の呪霊、さらに3級も多分取れるのかな。で僕が2級だったら1級とか特級は取れないけど、2級3級4級の呪霊はあの簡単に右クリックで取り込めるっていう形です。はい、よし、じゃあ行こう。なんか手の動き早くない？我手の動き早いでござる。なんだこれは、チートですか？トラングさんやったな、お前トラングルやったな、お前違うお前普段作業あれか、こうやってやって高速化測ってんのかって。そんな掘ってるの早くないです。よし、それちょっと石ピッケル作りましょう。石ピッカー鉄を作り、また作業台を置いてきた。これでオーケーです。よし、もう一応じゃあ、斧も作っちゃうか。斧でも使わない、いや使う。一応じゃあこれで、黒曜石をゲットでちゅう。あと経験値用に、ネザーゲートも作っておきたいから2個壊しとこう。いやこれ本当に、これ教えてくださった方本当にありがとうございます。コメント欄でね、そのなんか全然知らなかったんだけど、これ何、あ、びっくりした、黒いだけか、びっくりした。なんかこれなんだっけ、エンド、ね、なんだっけそれのなんかは黒曜石8個ぐらい出てきます、8個っていうか黒曜石いっぱい出てきますよっていうコメントがありまして、本当にその通りだったわ。またと思ったんですけど、本当だったわ。いやてかまたとも思ってないか。だいたいコメント欄のもうコメントしてくださる方全部合ってるからさ、マジで媚び売ってるとかじゃなくて、本当にね、何度助けてもらったか、コメント欄に。皆さんもこれからもどんどんちょっとコメントしていただければ非常にありがたいでござる。よし、もうござるって言ってる時点でちょっと誠意が感じられないから、お願いします、コメント。わあ、できた。なんでクリーピーズ。あ、どうも。あ、こんにちは。阿部屋敷さん。あれ。阿部屋敷さん。ちょっと爆発しなさいよ。そこは阿部屋敷。ああ。うん？何？うわ、できた。できた。気持ち悪い。ほら、よし、さあ来い。お、あ、詰まってる。あ、詰まってるぞ。ほら。で、これ持った状態で。右手に持った状態で倒せば、よーし、来たー。呪霊を払った。そして4球になったね。でさらにこれ呪霊玉、呪霊コンっていうのかな、これを食べます。はい、ありがとうございます。よーし、来たぜ。呪霊操術1ですね。これであとこれなんだろう、何個かもっと上の呪霊それか出すんだったっけな。ちょっとやってみようか。これで今飲み込んだので、これ出せないか、あ、取り出す、これですね。でこれでほら、ムカデの呪霊ってあるじゃないですか。で右クリック押すことによって、これまだね1匹しか吸い込んでないから多分大体1秒ぐらいしか打てないんですけど、取り込んだムカデの時間、ムカデを打つことができます。その分どんどん消費されてっちゃうんだけどね、その打ってる間、その呪霊がこういう感じでもうちょっとしか出ない。あ、呪霊操術に出たね。あとは渦巻きを打てば全部進捗は一応達成されるって感じかな。あ、鬼食べや、いやーブレードには無理食べや、ちょっと待って、くそ、普通のあのね、ゲトウのねちょっとこれ弱点がありまして、最初きつい、呪霊をいっぱい取り込むまでがすごい大変。それまではね本当にちょっとこの通常の、うわー、そこに普通、うん、なんかいた、あ、エイだ、エイって敵か味方か、サンキュー、いやー、は、誰、伏黒当時は無理です。すいません、ちょっとね本当はちょっとサバイバルで頑張りたかったんですけど、あの拠点にね、今見えますかね、あ、ギリ見えないかな、あの拠点に当時がいまして、リスポーンした瞬間にリスキルされてたんですよ、今のとこ3回連続で。あ、もうこれ無理だと思ってリスポンした瞬間に、もごめんなさい、ちょっとクリエイティブでここまで飛んでちょっとアイテムも回収させていただきました。ちょっと無理だわ頑張りたかったけど、あ、待ちたまえ、ちょっとくれたまえ、落とさないか、善逸な羽織ゲットできるかなと思ったんだけど、これさちょっと鬼倒すの大変すぎるんだけど、でも鬼一人倒せばな大福ゲットできるから、産屋敷邸からわざわざ取りに行く必要はなくなるんだけど、
ちょっと近くにさ、善逸いるから、善逸の近くで、ちょっと待って、ゲトいる。待て待て待て、おお、やばいやばい、ちょっと待って、あっ、お前を、取り込む、取り込むぞ。どこいた？いた。痛い痛い、はちょっと待って、痛い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 。おら、何、吸い込めない、お前はまさか、何、あ、サンキューか、確か君。あれ、じゃ君もしかして、サンキューだー、サンキューサンキュー、やだ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 、どうしようどうしよう、逃げるんだよー、まずい、ちょっと待って、どうしよう、あそこに、あそこになんかいない、あれ誰、極死亡だ、どうしよう、ちょっと待って、三級でもあんな強いの？そうだろ？じゃ、ギユさん、ギユさん、私の近くにいて、私のそばにいてください、ギユさん。ほら、よし。ギユさん。あ、通常にじゃない？通常にじゃん。来いよ。ほら、よーし！来たー！オッケー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 。よし、よし、よし、よし。あ、ねずこちゃん！ねずこちゃん。ちょっと待って。いいぞ、いいぞ、いいぞ、いいぞ。なんとか。ちょ、進捗。進捗上げちゃっていいかな、水の音だけいい、これだけちょっとやらせていただきますね。宣言、よーし、オッケーで、あとは装備を、装備これでだいぶ硬くなったかも。よし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 、よかった、ちょっとこれで気持ち楽になったけど、まだやっぱり階級上げないとね、いけないわ、これゲトの術式を最大限に出すには。せめてどうだろう、階級2級ぐらいにはなりたい。3級だね。いった！いった、やば。痛い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 。どこ行った？どこ行った？痛い！くそ！ふっ！よし！あと1回。あっ！よし！